この写真どうしたの？さっき会った牛乳屋さんだわ。知り合いなの？おい、ジョーズ、どうした？やばい、遅かった。今、コーヒーからお袋の口の中に入ってくのが見えた。もしもし、ジョーズくん。おい、ジョーズくん。ジョースケ、あんたもコーヒー飲む？うん、そうだな。ミルクと砂糖も入れてくんない？ミルクと砂糖ね。加湿器。ジョースケ勝った！予想通りだぜ、ジョースケ。壁をぶち破ってこの部屋に来ると思ってたぜ。しまった。競馬でも試験の問題でもよ、予想したことがその通りハマってくれると、今の俺みてえにウパパってな笑いが腹の底からラッキーって感じで込み上げてくるよな。ウパパパウパパウコ。ジョースク。アンジェロの今言ったことは間違っていますよ、ジョー太郎さん。ジョースク、予想したことがその通りハマっても笑いなんて全然込み上げてきませんよ、このアンジェロの野郎に対してはね。こいつは捕まえました。ちとバッチリですけど、すみませんす。ゴム手袋をズタズタにして飲み込んどいたんすよ。なるほど、本体はあそこのようだな。お前のクレイジーダイヤモンドに対してはこの小指だけしか使わん。さっきの奥安のようにな。下がってろ、コージ。行くぜ、東方ジュンスケ。ちょっと待ってくれ。その前におめえが小指だけっつうんなら、俺の方もルールを決めとくぜ。ルールだ？名前言ってんじゃねえぞ。おめえごときにはルールなんていらねえ。ゴッガー、なんてことしやがるんで、この野郎。ルールはいらねえって言うからよ、小指一本で俺をなんとかするとか抜かしてたな。さあどうするよ、音石の先輩よ。ぶち殺す。それはさっき聞いたぜ、何度も言うな、このボケ。もし僕が漫画の主人公なら、この場合どうするか、どうやって奴の目を開かせるか。ジョースケ、早く！そうだ、光一くんのファイルに何か書いてあったぞ。あったぞ、これだよ。君のそのヘアスタイル、笑っちまうぞ、ジョースケ。20、30年前の古臭いセンスなんじゃないの？かっこいいと思ってんのかよ。かな。こう言われると切れるんだよな。信じられない性格だが、ファイルは嘘をつかない 100% の真実だ。今なんつった。ジョースケ落ち着け。もういっぺん言ってみろ、こら。開いたね。聞こえなかったか？お前のその髪型な、自分ではかっこいいと思ってるようだけど、全然似合ってないよ、ダサい。その頭、小汚い野鳥になら住処として気に入ってもらえるかもな、ジョースケ。ひょっとしてだけど。ヘブンズドア。勝ったな。あれ？何？なんだ、確かに原稿を目を開けさせしっかりと見せたのに。何してんだ？こいつ意識あるぞ。おい、妙な動きすんじゃねえぞ、てめえ。ゆっくりこっち向け、面見せろ。
気をつけろ、靴のムカデ屋に行っちゃいけない、わけのわからない爆発が起こるぞ。いきなり店の主人が吹き飛んだんだ、あそこの二人も。爆発だと。おい落ち着け、あんたは巻き込まれたのか。私はただの会社員です。でももう私は死ぬ、こんなに血が出てる、痛いよ。おい落ち着きなよ、もう大丈夫だ、傷は俺が治してやるよ。痛いってどこをやられたんだ。あばら骨が肺に刺さっているのかもしれない。早く治してくれ。早く、どっから誰が見ても高校生にしか見えねえこの俺に、なぜ直してくれと頼む。このなりだとパチンコ屋にも入れねえんで苦労してるっつうのに、てめえは俺が医学部卒のお医者さんにでも見えたってわけか。ああ、引っかかりやがって、てめえは俺のクレイジーダイヤモンドが見えてたな。しまった、焦りすぎた。つまりてめえが敵だ、相打ちになったんだ。こいつが殺人鬼キラークイーン。何やってんだてめえ。見ての通りだ、切り離す、痛いよ、なんて痛いんだ、血もいっぱい出るし涙まで出てくる。だが私には勝ち負けは問題ではない、私は生き延びる、平和に生き延びてみせる、私は人を殺さずにはいられないという差がを背負っているが、幸福に生きてみせるぞ。シアーハートアタック、お前は自由だ、あとは任せたぞ、私を守るんだ。なんだこの弱そうなのは。ジョースケ、そいつは体温を追って向かってくる爆弾スタンドだ、しかも決してぶっ壊れない、お前の体温に反応して爆発するぞ。ぶっ壊れねえだと。ぶっ壊す、逆っすよ、直してんすよ、あの野郎が切り離したっつうんならね。ちと気味が悪いずだが、あの手の行き先が殺人鬼だ。おぜほう。そうやすやすと逃がすかよボケ。60キロ。な、何しまった、馬車。減速したら俺がやられる、ロハンも死ぬ、悪いが突き出してもらう、このまま突っ込むしかねえ。しかしクレイジーダイヤモンド、直す。よし。アクセルを全開にしているのにどんどんスピードが落ちていく。故障か。何？壊れてねえだと？じゃあなんでスピードが落ちるんだ？止まっちまうぞ！来た！まさか。どら！ガソリンが空なのか？なんだ、びっくりさせるぜ。ガソリンがないだけか。なら問題はねえじゃねえか。クレイジーダイヤモンドでも直せない重大な故障かと思って焦ったぜ。なら問題はない、脱出するのに何も問題はない。依然問題はなし。直す、当然バイクも直る、テレポートしてくるからあまり落ち着いていられないが、ガソリンは問題ない。だがしかし
やっぱり問題はあったぜ。道に迷っちまったよ。やるな、ジョースケ。この紙を見ろ。破くぞ。この紙の中には粉神ユウヤがいる。アクト3、スリーフリーズ。重い。なんだっけな。お前に対して思い出すことがあったんだ。そうだ、思い出した。俺お前を殺すって言ったよな。そうそう、確かに言ったぜ。俺お前のようなタイプは絶対許さねえって言ったよな。人質取ってよ。人の精神に脅しかけてくる野郎はよ。ちょっと待ってくれ。僕は他人が怖がるのを観察するのが好きなだけだったんだ。スタンドを身につけたばかりなんで、つい図に乗ってしまったんだ。反省するよ。悪かったと思ってるんだよ。おめえを見てて一つ気づいたことがある。お前よ、怖がるとき片目つぶる癖があるだろ。それ癖だよな。だがもっと怖い時は両目をつぶる。観察するのが好き？じゃあしてろよな。黙っておとなしく観察だけをよ。犯人か。やつになぜ俺の位置が見えるのか。動くなよ、ハヤト。翔介さん、何を。そのままだ、ハヤト。ひょっとしたら見てるんじゃないかもしれねえ。もしかして聞いているのかも。キラは携帯電話を持ってた。ただ持ってただけか。違う。じゃあ誰に電話してたんだ。会社の上司か。いや違う。こんな時キラが電話する奴は一人しかいねえ。お前がいることを忘れていたぜ、写真の親父。キラ吉影を守ろうとしている。お前のいることをな。いつ僕のポケットに入ったのか知らないけど、これが答えだったのか。空気弾が窓を通過してきた。離せろ。着弾した。翔助は3メートル先に逃げている。しまった。通過した。さらにそこから斜め右上3メートル。ボソボソ声だからジョウスケさんとの声の違いがバレてない。さらに左へ1メートル逃げた。なんじゃと。なんてことするんだこの野郎。そこだ、点火しろ。よしかげ。射程距離内に入ったぜ、キラヨシカゲ。近づいた。ついに奴に近づけたぞ。接近戦だ。一瞬で決着はつく。ジョウスケさんの能力の方が上だけど、奴に触れられたら爆弾に変えられる。それにジョウスケさんのあの爆弾で食らった足と腹部の負傷。ジョウスケさん、本来なら立ってるなどできないはずなんだ。東方、ジョウスケ、出しな、てめえのキラークイーンを。